はい。皆さんこんにちは。ワンダリングルフィジです。今回は、プレイステーションのゲーム沈黙の艦隊、ドラマティックモードの続きをプレイしていきたいと思います。ボヤッジ5までクリアしてますので、今回はその続きからになります。まずは敵艦の魚雷、これを回避するミッションからになるようですね。後方1500に敵魚雷ということなので、まずはね、その魚雷をかわすという送還をしていきたいと思います。では、ちょっと深度を下げつつ速度も上げて、行きましょうか。至近距離にまさに着水されましたね。さらにもう一つ魚雷デコイを撃ってまずは回避しましょう。さらに敵艦の魚雷か。なんとかまずは一つかわしましたね。で、こういう打って返しているので、魚雷回避できない。急速先行してボトムせよということなので、なんとかね、ちょっと送還をしながら、アップしたりボトムしたりという繰り返しですね。
首尾よく魚雷をかわすことができたので、ここから反撃のミッションになるようです。敵のイージス艦3隻、これを撃沈せよということですね。ベラガルフ、レイクエリー、KS ジョージ。この3艦が対象になります。まず先にレイクエリー、そして KS ジョージ。この2隻を撃沈。では、まずは、ボトムに入って、確実に敵の位置を探りましょう。索敵完了です。確認していきましょう。まず一番近いところにケースジョージ。そして、その次にいるのが、レイクエリー。で、一番奥にいるのが、ベラ・ガルフということですね。なので、順番に撃沈していけば良さそうですね。このままボトムにつきつつ、敵艦が接近してくるのを待ちます。さあ、いい位置を取っているので、このまま接近して、魚雷を撃ちましょう。マーク48の魚雷。誘導弾で撃ちます。ただ敵も撃ってきているので、これをかわすことが大前提なので、ちょっとデコイを撃ってなんとか回避できないか探りましょうか。まずは着弾、ケースジョージに当たってます。撃沈。そしたらデコイを撃ってはいるものの、こちらもですね、回避運動に入りましょう。速度を上げて、なんとか回避。できましたね。では、次の艦を探していきます。この距離だと、こちらの魚雷が当たりやすい位置ですね。敵の側面に入ってます。撃沈です。さあ、もう一隻残っているベラガルフ。これを探していきましょう。さあ、ベラガルフ発見しました。ベラガルフの真下、深度100につけろという指令が入ってましたので、まずはそこまで移動しましょう。前進しつつ敵の真下につけて、そこからおそらくですね、ハープンミサイルを撃つんだと思います。なので、その体勢に入りながらというのを念頭に進んでいきます。深度100はそのままですね。さあ、真下につきました。アップトリムを最大に取れというところで、アニメシーン、イベントシーンに変わります。
はい。ということで、対イージス艦戦、ご覧いただきました。まあ、イージス艦というのはですね、まあ、空母とか戦艦に代わる最新鋭艦ですね。まあ、大きくはないんですけども、戦闘能力、特に、巡航ミサイルなんかも搭載できる最新鋭艦ですが、その、イージス艦3隻、これを撃沈することができました。では、今回ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。